まったく。大人なんですから、しっかりと大人らしく、計画的な消費をしてください。お小遣いをもらって、パーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。それに、こうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて、私くらいなんですから。次はもう、絶対に手伝いませんからね。15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円、新刊の漫画購入で450円。おとといの夜クラブふわりんで2万円。先生、一体何ですかこの領収書は。生徒たちの模範となるべき教育者がこんな、いかがわしいお店に行くだなんて、信じられません。最低です。クラブフワリンという名前のスマホゲームのガチャ。てっきり私、その…いやいや、それでも1回で2万円は課金しすぎです。衝動買いは禁止、消費はちゃんと計画的に。計算は完璧。落ち着いていこう。行くわよ。隠れるわ。支援をお願い。無駄よ。まだ終わらないわよ。ま、ここまでは計算通りね。行くわよ。攻撃が私に命中する確率は極めて低いでしょ。進んでください。まだ終わらないわよ。無駄よ。無駄よ。ま、ここまでは計算通りね。まだ終わらないわよ。現在の状況と条件。よし、これは勝ちね。私の計算は完璧ね。ありがとう。まだ終わらないわよ。まだ終わらないわよ。数学は真実を導く。私たちの勝ちよ。